皆様、こんばんは。今日は2021年3月16日火曜日です。今日のテーマは2つあります。黄砂と病気について。まず、中国の新陽についてですが、多分日本の方は新陽、えー、に行かれた方多いかと思いますが、えー、まだ病気の患者さんが増えてきました。えー、中国では患者さんが増えると、 この都市が隔離、あるいは都市が速さとなります。みんな今緊張しております。今回の病気は特徴がありますが、今の状態ではありますが、以前感染されて感知となりました。また再び感染してしまいました。つまり陽性が陰性となり元気になりましたが、また陽性になりました。 中国の専門家の説明では、元患者さんは再び感染するかしないかは人によりますと。元気、健康、強い抗体を持っていれば一般的には感染しませんと。また、実際的に再び病気になった人は感染されたのか、あるいは実際的に感知していなかったのか。 まだ明確されていないのが現状です。そして、再び感染してしまって、以前よりひどくなるっていうのは、えー、まだわかりませんと。以上のことがわかるのは、中国のワクチンっていうのは信用できないというふうに思います。なぜなら、 感染者の一部はワクチンを注射のを受けていました。一部は1回目のワクチンを受けました。次の注射というのは2週間以降です。説明されているのはワクチンの予防接種を受けたとしても感染しないとは言えませんと。なぜならワクチンを受けて体の内部から抗体を作ります。しかし時間がかかりますのでこれも人によって違いますと。また、 二回目のワクチンを受けた人も感染されています。説明されているのは、ワクチンの抗体ができたとしても、効果が半年間持つか持たないかです。やはり私の言葉で言いますと、自分の身は自分で守る。中国の政府は、中国はもう病気に勝利しました。世界で一番。 感染者が一気に増えていきましたけれども、結果としてはこの病気に勝利したのは中国ですと自慢してあります。しかし、感染者がずっと増えている、あるいは増えていって、減って、まだ増えて、まだ減って、まだ増えて、この繰り返しっていうのは今の現状ではあります。つまり、信用できるワクチンができるまではやはり 無理ではないかと思います。そして、全体的に免疫を持つことも期待しようというふうに思いますが、なので、今のところはまだまだかかるというふうに思います。ただし、やはりアメリカ、あるいは日本のワクチンは使用できるというふうに思います。中国では、 たくさんの偽物のワクチン、海外に流出されていますし、そして中国の国内でも、えー、たくさんの偽物のワクチンは、えー、製造されて、そしてどのくらいの人が受けていたのか、あるいは販売されているのか、すべて明確されていないんです。なので中国ではワクチンがあると言いながら、実際的に信用できないワクチン、えー、だけだというふうに思います。非常に危険です。 次は、北京の黄砂についてですが、こちらは、写真はご覧の通りですが、えー、これは昨日の写真でしたが、これは先月の写真でした、えー。状況はもう一目瞭然ですが、同じ場所で撮った写真ではありますので、全く違います。こちらは天安門広場ですが、天安門ですが、えー、列車ですね。 これで一目瞭然に見えるではないかと思います。まず中国にはですね、皆様は中国に来られて、気づいたかどうかはわかりませんが、中国には大きな木っていうのはないんです。あまりないんです。実際的に私も日本に行ってですね、たくさんお寺とか神社とか行きましたが、すごい大きな木、多分100年以上の木、 あ,のあると思いますそして日本の山というのは杉でしょうかたくさんの木、長い高い木ありますのでその山というのは木一本もない木山というのはないと思います。しかし中国には山には木一本もない山はたくさんあります。なぜなら木を切ってしまうんです。中国では都会であっても このような木、小さい木っていうのは、あの、非常に多いんですが、大きな木っていうのはないんです。なぜかというと、切ってしまうんです。新しい政府が、リーダーが出てきて、例えば市長が出てきました。古い木を切ってしまうんです。新しい木を入れます。そうすることによって GDP が上がりますので、やはり再び投資、そういった 道路の工事というのは中国では非常に多いです。電柱もそうですが、えー、ずっとずっと修理しています。壊れていいても,もないのに、まだ修理しようとしてあります。これが中国の現状ではあります。 交差ですが、中国は今説明されているのは、やはり外国のせいにしております。例えば、モンゴルが悪いと言いますが、実際的には説明されているのは、まだ PM2.5 とは違うよと、交差は交差ですよと言いますが、それは事実だと思います。なぜかというと、実際的に私も PM2.5 を経験しました。この交差、大きな交差というのは、私の人生の中で3回、 今回で4回目なんですが、3回も経験したことがあります。皆様は PM2.5 についてご存知かと思いますが、PM2.5 は日本でも少し中国の影響にから受けてありますが、例えば日本でもマスクをされているというふうに思います。しかし PM2.5 の特徴としては、私の場合ですが、まず、喉、えー、が痛いです。 そして、花が、花、えー、水が出ます。えー、そして、あのーのえー歯歯が、歯にですね、少し砂が入ったような、ガリガリと。 え、かむとガリガリとします。それが PM2.5 と言われてあります。実際的に交差というのはハリケーンのようなものです。非常に怖いです。交差ですと、我々の言葉で言いますと、実際的に私も火星にいた、宇宙の火星にいたことないんですが、本当にあの火星のような、もう世界が終わりではないかという風な感じになりますが、もうハリケーンが来るような感じです。ハリケーンの中に 砂がいっぱい混ざっているというようなイメージではありますが現在、えー、ウチモンゴルですが160万匹の、えー、羊、馬、牛などですが家畜といいますがあるいは鶏とか、えー、そういうウサギとかといいますが家畜、えー、行方不明になっています。もう飛んでしまいました。そして10人死亡と報道されてあります。 そして、80人が行方不明となっている状態です。交差、中国ではまず、木を切ってしまう、そして砂漠化になってきています。例えば、ウイグルであっても、特にウチモンゴルであっても、ウチモンゴルはもともと遊牧民族でしたが、羊、馬、牛などを野望で、もう普通に、 手放ししてですね、自由に草を食べてもらって、成長して、そして都会に向けて販売するというような遊牧民族でしたが、実際的に中共が内モンゴルを統治するようになって、遊牧民族はやはり少しずつでもありますが、減ってきています。 へてくる状態というのは、やはり、あの、たくさんの天然ガス、内モンゴルにあります。また、レアアース、そして石炭、内モンゴルの大草原の下に埋まっているという意味です。そして、それを掘り出すのに、大草原、あるいは、そういう緑のものですね、あの、来てしまうと。なので、環境の温泉というのは非常にひどいです。まだ去年ではありますが、実際的に雨は非常に少なかったんです。 そして、今年になって、モンゴルから飛んでくる風ですが、非常に強いですと。その風の中に、やはり飛んでくると、砂、また巻き上げて、そして今の黄砂となってしまいました。実際的に黄砂が来ましたが、私の表現として皆様に紹介したいんですが、黄砂が来ると本当に怖いです。目先10メーター。 え、多分見えないと思います。一回だけ私は車で、あの中にいましたが、信号の前に止まっていましたのに、もう信号機赤か緑かわからない状態でした。実際的に信号も見えない、見えなかったんです。それが黄砂でしたので、そして来るときは急に来ますので、非常に怖いです。天気予報というのはできないんです、黄砂は。なぜかわかりませんけれども。 それで、タコさんの被害者はやはり出ている状態ではあります。そして、え、文具、ブチモンゴルではありますが、え、タコさん、え、小学校、中学校、高校ですが、え、みんな、え、もう休みとなっています。え、再開というのは、また未定の状態ではあります。え、被害は非常に大きいです。 これが中国の環境の温泉ではありますが、ただし政府が言っているのは PM2.5 ではありませんよと言いますが、確かに PM2.5 とは違いますので、でもやはり環境、 の問題ではありますので、例えば砂漠化になって砂漠ですが、えー、たくさんの緑が消えてしまって砂漠になってきていますが、それがもし防止ができれば、えー、いいではないかなと思います。やはりこれも、えー、バイデン政権ではありますが、これから環境良、えー、くしようとしますが、二酸化炭素良、えー、くしようとなくそうとしますが、 やはり我々の生活の中では生活していく上で、そして機械を動かします。生産物を生産します。すべて最終的には二酸化炭素となってしまいます。そして地球に出します。そうすると地球が、世界がやはり気温ですね、温暖化となる原因。 になっていると言われてありますが、これで世界のいろんな国ですが、いろんな対策をやっています。日本というのは非常によくやっています。えー、非常に良くなや,やっていますので、なので日本は先進国でありながら、実際的に、えー、その排出の中和というのは、 きちんとやっています。アメリカはこれからやろうとしていますが世界で一番二酸化炭素排出しているのは中国です世界の3分の1ぐらいですが中国が出していますなので中国はこれからたくさんの原子力発電所あるいは風力発電やっているというのはこの原因ではありますでもこれは中国の生活あるいは国の方針とは 関係ありますが、やはり中国は石炭の大国ではありますのでたくさんの石炭でボイラーを炊いてですがそしてそれで暖かくなったりしたりとかそれで生活をするとそういう工場もそうですがなので中国の環境の温泉というのは非常に良くないんです。 中国ではよく一般市民に対して、その車の排気ガスをあの規制、厳しく規制しますが、その目的というのは厳しく規制することによって、来年、再来年ですが、例えば車検の時に取らなくなってしまいます。車の入れ替え、買い替え、推進する目的ではあります。排気ガス、 とえー、環境の温泉実に関係ないんです。関係はありますが、ほの少しです。やはりたくさんというのは、えー、工場とか、えー、そしてそういった,、えー、そういったあの石炭とか燃やしてボイラーを炊く行為が、えー、環境の温泉になる、えー、原因一つというふうに思いますが。 これでわかるのは中国の政府はこれからではありますがあの本当に本気を出して環境をやはり改善していかないとダメだというふうに思います。しかしこれは非常に高いものになってきますが例えばですがこの工場は今まで 10トンの二酸化炭素を排出しましたが、これからは例えばですが、半分とかになってしまうと、生産できるかできないか、あるいはその生産に対して周りの環境を整える、例えば木を植えるとか、そしてたくさんの設備を導入するとか、やはりコストがかかるの,なので、工場は実際的に維持できるかどうか、これも疑問ではあります。いずれにしてもですが、中国は、 やはりこの環境の温泉というのは非常に大変ですので、良くなるには数年、数十年かかるというふうに思います。そして、中共が頑張っていれば、数十年、十数年かかるでしょうが、もし中共が曖昧な気持ち、そしてアメリカ、バイデン政府の付き合う、あるいは適当な改ざんの数字だけですと、 なかなか,改はなかなか改善というのはできないというふうに思います。非常に怖いです。最後になりますが、他の話題にしたいと思い,、ま、と思います。ミャンマーですが、今日ですが、中国では、中国の企業、ミャンマーにある企業ですが、えー、合計37社の中国の企業がミャンマーで、 えー、非常に被害を受けてあります。そして、えー、被害者も出ている、怪我人も出ています。なぜかというと、たくさんの企業、37社の企業ですが、工場ですけれども、 ミャンマーで攻撃これは、これに関しては、あの、確かに良くないというふうに思いますが、やはり暴力的なことを、暴動というのは、暴力を使ってはいけないというふうに思いますが、ただし、ミャンマーの一般人、あるいは国民、 の気持ちはこれでわかるではないかと思います。日本でも報道されてありますが、実際的に日本にいるミャンマーの方、あるいはミャンマーにいるミャンマーの方は非常に日本を期待してあります。アメリカを期待するように,に逆に日本を期待してありますので、 なぜかというと、日本の企業というのは、特に中国も同じなんですけれども、中国にはいろんな外資系の企業はあります。例えばですが、韓国、あるいは台湾、あるいはイギリス、あるいはドイツ、あるいはアメリカ。その中では一番待遇が良いというのは、日本とアメリカの企業です。韓国の企業はよく 夜逃げ <laughs> あの次の日、朝行くと工場がもうもう設備もなくなってしまったりとかありましたけれども社長が逃げたりとかありましたが、まあ、台湾も実際にありましたけれどもただし一番法律あるいはルールに基づいて経営されているというのは日本の事企業とアメリカの企業ではあります。 特に日本の企業ではありますが、中国のルールを守りながら、日本の国内のルールも守っているというのが現状ではあります。非常にいい企業、待遇がもう良くて非常にいいんです。それともう一つありますが、 実際的に私も日本に行ってですね、あの、バイト、アルバイトをしましたけれども、よく聞く話ですが、中国人が経営している、えー、レストランではアルバイトしてはいけないと聞きますが、やはり良くないと。絶対日本人が経営しているお店の方が良いと。そして日本のアルバイトであっても非常に守られていると。給料の不払い、あるいは延期、 例えば、えー、今月はオーナーさんが厳しいです。来月にしましょうと、まとめて払いますよという話は絶対にないと聞いたことはあります。ただ、中国ではやはりこれが普通なんです。えー、聞いた話ですが、えー、実際的に私も感じましたけれども、日本のアルバイトでも、えー、中国の普通の、えーまあ、中小企業であっても中企業よりは安心。 努めることはできるそれが現状ではありますこれがミャンマーで起きていることは、ね、これでわかるではないかと思いますが ミャンマーの方は、すごい日本のことを期待してあります。そして、日本の企業は、えー、今のは、えー、まあ影響はあるとは思いますけれども、えー、そういった暴動的な事件は受けていないというふうに思います。ただし、基本ではありますが、中国の企業、37社、みんな被害を受けています。つまり、ミャンマーの方はみんな知っているはずなんです。知っていると思います。中国の企業はミャンマーから出ていってほしいです。なぜかというと、 ミャンマーの政治、すべて中共が、えー、そのあの影響しているというのはもうみんなしている話というふうに思います。これは以前の動画でも言いましたが、実に関係はあります。今日の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。